はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、3月の2日、月曜日でございますね。東京ディズニーリゾートが休園になりまして3日目でございます。今日もですね、パークの中には入れないんですけれども、皆様にですね、こちら東京ディズニーリゾート周辺のですね、最新情報を皆様にご紹介していきたいと思います。ちなみにね、今現在こちらですね、ボンボヤージュの前に来ているんですけれども、この通りですね、もう人が全然いません。車もね、全くない状態ですね。ちなみに今現在ね、まだ夜のね、7時でございます。全くね、こちらディズニーリゾートの音楽もね、流れていなくてですね、めちゃくちゃ静かな状態ですね。相変わらず舞浜駅はすごいガラガラです。ここのホテルはね、やってるんですけどね。で、2月29日ここやってましたよね。今日閉まってますね。これは何でしょうか。これはどうしちゃったのかな、ちょっとよくわかんないですが、何か直してるんでしょうか。いや、本当に静かですね、舞浜駅は。今現在時間的には18時なんですけれども、本当に少ないですね。今ここに歩いてる方はね、全員バス停に向かってる感じですね。舞浜駅からバスに乗って帰る方って感じですね。まあ、パークはもちろん休園してますのでね、はい。まあ、あとはキャストの方もいるのかな、もしかしたらクローズキャストの方がね、いるんかもしれません。ここに何か張り紙がされてますね。これは何でしょうか。ああ、ここのね、段差の部分ですね。これを直しますよっていうことですね。なるほど。はい。で、こちらがですね、ボンボヤージュの前ですね。もう今現在はここに鎖がね、あって、これ以上先には進めない状態になってます。ボンボヤージュも真っ暗ですね。誰もいない。一応ホテルがやってるので茶碗はやってるようですね。頑張るな茶碗。でも客いないですね。どうやら今日はもうニューデイズも閉まっちゃってますね。一応ね、休園初日はですね、ニューデイズやっていたんですけれども、どうやら閉まってしまってますね、完全に。そうなのか。ニューデイズはやるのかなと思ったんですが、やってませんね。そして張り紙が書いてあるので、ちょっと見てみましょうか。一時休業って書いてます。3月1日。ああ、ということは2月の29はやっぱやってたんですね。そう、2月29のね、休園初日来た時はね、やってたので、ああ、ずっとやるのかなと思ってたら、残念ながらやっぱり3月1日からはやらないとのことですね。まあ、ホテルドリームゲートはまあホテルなのでね、まあ、外国人の方とかも利用されてると思いますのでね、今のところはやってるようですね。まあ、でもとっても人が少なそうです。そして一応リゾートラインはやってはいるんですけれども、間隔がね、すごいね、少なくなってますね。運行のね、間隔としては6分から15分とのことですので、まあ、朝方とかはね、6分間ぐらいかもしれませんけれども、今現在とかはね、本当に10分以上待ちます。はい。ジョマジね、昨日とか一昨日も乗ってるんですけれども、かなりね、待ってますね、この時間帯は。あ、ちょうど来ましたね。はい、もう本当にガラガラですね。全然乗ってないですよね。休園初日はですね、ジョマジが貸し切りだったんですよね。本当に誰も乗ってない状態でした。はい、ディクスピアリもですね、2月の29の休園初日に来たんですけれども、その時はですね、まだ電気ついていたんですが、とっても今日は暗いですよね。
この上の電気が消えちゃってますね。でこちらの噴水ももちろんやっていませんので、すごい静かです。悲しいですね。なんかリゾートラインがね、まあ、一応ギリギリディズニーの曲かかってはいますけれども、やっぱ寂しい気がしますね。まあいつものね、やっぱ活気がないっていうかね。本当に静かです。2月の29から3月の15までイクスピアリは臨時休業ですよって書いてあります。あ、ニューデイズだけじゃないですね。隣のベッカーズも閉まってますね。ベッカーズもね、2月の29はやってたんですよ。だけど今日はもう完全に閉まっちゃってますね。全部3月の1日からやってないようですね。頑張ってるのは茶碗だけです。このためお客様におかれましては、テレワークやスピーク通勤という取り組みを積極的に行っていただきますよう、3月1日より休業ですよって書いてあります。なんか前浜駅でもコロナウイルスのアナウンスやってますね。これらの取り組みへの協力をお願い申し上げます。これ初めて聞きました。昨日はですね、ホテルミラコスタに行きましたので、今日は、ディズニーランドホテルに向かって行こうかなと思います。まあ、中にはですね、ディズニーランドホテル行く方もね、もしかしたらいるかもしれませんので、一応ね、行き方もね、ご紹介していきましょう。今現在ですね、ここ封鎖されておりますから、いつもだったらここまっすぐ行くとね、もうすぐ東京ディズニーランドホテル行けるんですけれども、今現在ここ行けません。なのでどうやって行くのかって言いますと、階段のね、下に下がらなければいけないわけですね。はい、階段を下がります。なかなかね、階段下下がったことない方いっぱいいると思うんですけれども、一応下はですね、あのバスのロータリーとかになってます。こんな感じですね。でここまっすぐ行くとね、サイゼリアがあったり、イクスピアリもね、一応ここから行くことにできます。はい、でこちら側に行きますとですね、駐輪場があるんですけれども、今現在はですね、閉まっていますね。イクスピアリやってませんからね。あ、路駐してるね、しかもね。はい、でここさらにまっすぐ行きますと、ボンボヤージュの下に行きます。でさらにまっすぐ行くとですね、交番があります。はい、まあ、駅ここで今下下がってきました。でまっすぐ来たわけですね。でこちらにボンボヤージュがあります。まあ、とっても暗いですけれども、今現在のボンボヤージュはね、こんな感じでね、真っ暗になってますね。いやー、すごい寂しいですね。普段でしたらね、エントランスの音楽流れてるんですがね、全く聞こえません。はい、ですぐねお隣にですね、交番があります。で交番をまっすぐ行って、ここの、横断歩道を渡りますね。で渡るとですね、一応この辺にですね、ディズニーランドの駐輪場があります。車が全然ないです。こんなに静かなパークは見たことがありません。ここのゲートも今閉じてしまってますね。ボンボヤージャーも完全に封鎖されてますね。シャッターが閉まってるようです。真っ暗です。普段でしたらここもね、たくさんの方がいるんですが、普段でしたらここにね、タクシーとか、あとはいろんなシャトルバスとかがね、来る場所ですけれども、ここはね、もう完全に閉まってますね。でまっすぐ行くとピクニックエリア、そして東京ディズニーランドのエントランスがあります。いやー、ここがまさかね、封鎖されてるとは思いませんでしたね。とっても音楽もなくて寂しいですね。ここは東京ディズニーランドの駐輪場ですが、門が閉まってます。
普段だったらこのボンボヤージュのところまっすぐね上から行っちゃえばもう簡単にねディズニーランドホテル行けるんですけれども、今現在はねもう行けませんから、もうかなりね遠い道のりになりますね。はい、ここをねさらにまっすぐ行く必要があります。このディズニーランドホテルの横の道ですね、こちらをまっすぐ行くと車のねあの立体駐車場みたいなところがあるんですよ。そこからね入るっていう形になりますね。はい、であとねリゾートクルーザー今通りましたよね。これやってるんですかっていうね質問があったんですけれども、一応ね一部のリゾートクルーザーはやってるようです。パークにはもう今現在入ることできませんから、さっきみたいにねここ柵閉まってましたけど行けませんから、なのでおそらく今のはオフィシャルホテルのやつになると思います。オフィシャルホテルですね、あこれですね、はい、オフィシャルホテルからおそらく舞浜駅までのやつとかだと思われます。はい、なのでそういうリゾートクルーザーはやってます。はい、ただしディズニーランド行きとかね東京ディズニーシー行きとか、そういうものはやっていないっていう状態ですね。はい、ということで、まあ、今ねディズニーランドホテルの入り口まで着きました。ここですね。はい、歩きで来る方はですねもうここまで来てようやく中に入ることができます。なかなかねここから入る方は今まであんまりいなかったと思いますのでね、迷ってしまう方いらっしゃるんではないでしょうか。まあ、車で来る方はですねここをずっとねまっすぐ来ると行けるんですけれども、歩きではねなかなかねここまで来る方いないと思うんですが、一応ね正面玄関はこっちですからね、はい、こっちが本当の玄関になりますのでね、はい、なかなか皆さんあんま来る機会ないと思いますけれども、はい、まあ、みんなねあっちのリゾートラインの下からくぐってくると思うんですけれども、あっちはねどっちかというと裏側だと思ってください。本当の正面玄関はこっちです。はい、なので上にはですねこのティンカーベルトがいたりですね、あとはここまっすぐ行くとですねファンタジアの、ミッキーとねあとホウキたちがいる噴水とかもあります。これがディズニーランドホテルの噴水です。ファンタジアのミッキーですね。うわ、誰もいない。こんな空いてるの初めて見た。静かすぎる。すごいですね、見事に誰もいません。カンナもやってるようですが本当に誰もいませんね。もうやってるのかすら分かんない状態。すごい、オフィシャルホテルもですねミラコスタもアンバサダーホテルもですねショップは閉まってます。どこのショップもね全滅ですね。オープン8時からって書いてますけど来てもやってないですよ。今7時ですしね。本当にこんな静かなディズニーランドホテルは初めてですね。逆に怖いぐらいです。まだね一人もねゲストとすれ違ってません。ちなみにランドホテルで、シャウッドガーデンレストランも空いてます。ああ、いや本当に誰もいなすぎてちょっと寂しすぎる。なんか泣けますね本当に。切ない。うん、
こちらはディズニーリゾートの噴水ですね。でここまっすぐ行くとですね、ディズニーランドの、車のですね駐車場に行くんですけれども、こちらにですね休園中と書いてあります。東京ディズニーランド、東京ディズニーシー休園中って書いてあります。いやー、これ見るとなお寂しくなりますね。なんか気持ちがドーンってなります。見なきゃよかった。はい、ということで本日はですね3月の2日ですね、はい、東京ディズニーリゾートがですね休園して3日目の東京ディズニーリゾート周辺のですね映像でございました。いや本当にね日々寂しくなってきますね。で今まではねまだねホテルとかに泊まってる方もいたんですけれども、やっぱどんどんね人が減ってきてるのが分かります。本当にねもうこういうところね、道路とかもそうだし、もういろんなところがね日に日にね人が減ってるのが分かります、ね、もうジョマジャはですねもう舞浜に住んでますから毎日ね来てるんですけれども、もう本当にね毎日来れば来るほどね寂しさがね倍増します。もう本当に BGM も全く聞こえないし、ゲストも全然いないし、こういう車とかもねたくさんいたわけですけれども、それもね全くないわけですよ。いや本当にね毎日来てるジョマジからするとですねめちゃくちゃ寂しいですね。ということで本日はですねこちら東京ディズニーリゾート周辺ですね休園3日目の状態をですね皆様にご覧いただきました、ね、まだね今日がですね3月2日ですから、あと2週間近くですね東京ディズニーリゾートがねもうこんな状態なわけでございます。いやーもうジョマジ耐えきれるかねちょっとわからないんですけれども、いやこんな感じでねとにかく毎日ですねジョマジは来てですね皆様に最新情報をですねご覧いただきたいと思っておりますから、頑張ってねまたこれからも動画投稿しますからよろしくお願いいたします。最後にですねちょっと、ね、残念なお知らせがございます。謝罪ですね。ジョマジの単独ライブ第4弾3月の8日にですねありますよと昨日まで言っていたんですけれども、残念なお知らせがございましてですね、ジョマジの単独ライブ3月8日日曜日、コロナウイルスのね、まあ、影響によりましてですね中止とさせていただこうかなと思っております。こんな感じでね東京ディズニーリゾートもやっておりませんし、もういろんなところのイベントね、あと施設もういろんな場所がですね中止となっております。残念ながらねジョマジの単独ライブもですね、まあ、たくさんの方ご予約していただいておりましたけれども、まあ、皆様のですね、まあ、体調管理とかもございますし、ジョマジ自身もそうだし、特別ゲストの方もね来る予定でしたけれども、まあ、その方々のことを考えるとですね、まあ、中止にするのがね一番なんじゃないかという形になりましてですね、まあ、大変申し訳ございませんけれども、ジョマジの単独ライブ第4弾はい、中止とさせていただくこととなりました。ということでね、まあ、折り返しですね皆様ですね、メールでですね、まあ、ご予約していただいた方にはですねお送りいたしますので、そちらの方をですね見ていただければと思います。さらにですね今日の、まあ、この後ですね、まあ、ジョマジ TV そしてジョマジディズニーチャンネルの方でですねそちらの方はですね生放送で言わせていただこうかなと思っておりますので、ぜひですねそちらの方も見ていただければと思っております。ということで、今日はですねこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。